こんにちは、アイです。今日はハワイアンバーガーズやナゲットを食べながら最近の推し活についてお話したいと思います。では、まずざく切りポテト&ビーフから、ね、食べたいと思います。これはジンくんが CM で食べてるやつですね。いただきます。美味しいですね。これざく切りポテト&ビーフの部分ももちろんなんですけど、ブラックペッパークリームチーズって中に入っているところがすごく美味しいです。今まで食べたことない感じ、新商品というだけあって、このザク切りポテト&ビーフはすごいおすすめです。では、次。後で全部食べますので、次いきます。次、ガーリックシュリンプ。これ、岸くん食べてるやつですね。エビが入っているっていうので、すごいなんかそのエビのプリプリ感とか、そういったのが美味しいんじゃないかと思います。いただきます。なんかエビももちろん美味しいんですけれど、中にこれガーリックの粒がなんかこうすごくピリッと効いていて美味しいです。なんかまさに岸くんのナンバーアイデの役割のような、すごいスパイスの効いた美味しいハンバーガーです。でこのガーリックシュリンプは他の2つのハワイアンバーガーズの中でも一番安かったので、ご契約家の岸くんもきっとこれを選ぶんだろうなと思いました。はい、では3つ目、チーズロコモコいきます。これは翔くんが CM で食べるやつですね。いただきます。卵とチーズとあとソースの組み合わせがバッチリ、すごい美味しい。やっぱりなんかさすが翔くんだけあって完璧なバーガーって感じがします。美味しかったです。チーズロコモコです。後半ちょっとナゲットを食べていくので一旦ちょっと休憩します。最近の、推し活について少しお話ししたいと思います。8月はもともとロッキンと、あと
東京ドームの、あの 2B のチャリティー運動会があって、あと、サマソニ、私は大阪の方にもう行こうと思っているんですが、サマソニもあって、あの行事が盛りだくさんなんですけれども、あの前半にあるその 2B のチャリティー運動会とロッキンが今のところチケットが手に入らなかったので、今のところはその予定がなく、ちょっとどうしようかなと、休みも取っちゃったんですけど、あのどうしようかなと思ってます。で、今日あの携帯見てたら、 2B から、 2B の、ファンクラブからチャリティー運動会の、リセールのお知らせ来てました。なので、あと、まあ、もしかしたらリセールで行けるかもっていう期待がちょっとあるんですけれども、まあ行けなかったとしても、まあ、東京で何か推し活をしようかなという計画をしています。で、ナゲット、ちょっと食べてみたいと思います。で、アイリーズとしては、ナゲットやっぱり15ピース買っちゃうと思うんですけど、ソースって3つ選べるので、どのソースにするかって結構悩むところだと思うんですね。で、私はまず、このメキシカンチェダーソース。チェダーチーズソースっていうのを一つ選びました。で、これチーズだからどんな、チーズの濃厚なソースかなと思ったんですけど、ちょっと食べてみます。いただきます。なんかチーズというよりはマヨネーズっぽい味がします。なので、これはちょっとポテトの方がいいかもしれません。ポテトに合う。このなんか、止まらない。ポテトに、つけて食べるとかなり、ポテトがすごい美味しくなるって感じがします。メキシカンチェダーチーズソース。はい。で、次、二つ目の、新しいソースですね。バーベキューソース、あ、ごめんなさい。バーベキューじゃないや。16種のスパイスカレーソース。これは、ちょっと、どんな感じかなということで、食べます。見た目はあのバーベキューソース、さっき今あのつけそうになったバーベキューソースと似てるんですけど、味はカレーですよね。まさにチキンカレーですね。美味しい。カレーって感じ、カレーの本当に美味しいソースです。これは美味しいですね。で、もう一つ、ちょっとさっきに出しちゃったんですけど、三つ目、バーベキューソースですね。これ、あの、前にジンくんが、前の、あの、春の CM の時に言ってたのかな、あの、バーベキューソースが一番好きですねって、なんか、ジンくん言ってたんで、私もなんかバーベキューソース、いつも買っちゃうんですけど、バーベキューソースが、やっぱり一番、私も好きです。なんか、いくらでも食べれる。15ピース、食べていくと、途中でちょっと味変したくなると思うんですけど、なんかバーベキューソースだったら、ずっとなんか15ピースも余裕かもしれない。
そんな感じ。皆さんはどのソースで召し上がっていらっしゃるんでしょうね。まあ、今週の土日が、ロッキンと、2B のチャリティー運動会だったんですけど、まあ、ロッキンは行けないとしても、2B のチャリティーは、リセールでもしかしたらっていう望みがあるっていう話しましたが、その次の週のサマソニーはちゃんともうチケット取ってます。で、チケットの発券が8月10日からということなので、発券し忘れないようにちょっとメモして、いるんですけど、なんか張り切りすぎて、なんか前日に熱が出たりしないか、それが心配ですね。なので、ちょっとあまりこう気合を入れすぎずに、平常心で、この2週間、暑い中ですけど、皆さんも体調を崩さないように、お元気でお過ごしください。では、また。